新規プロジェクトをクリックしますビデオキャプチャプロジェクトをクリックします作成をクリックしますビデオキャプチャーの範囲を指定しますスタンダードを選択します キャプチャーのサイズを選択します。キャャプチャモードの設定を行います設定アイコンをクリックします音声を録音する場合は同時録音にチェックを入れますアドバンスをクリックしますフレームレートを調整します ポップアップキャプチャにチェックを入れます。その他の設定を確認し、OK をクリックします。撮影前に、設定と撮影方法を確認してください。撮影範囲は点線で表示されます。 ドラッグして範囲を移動したり大きさを変更できます。確認できたらダブルクリックします。開始するをクリックして撮影を開始します。カーソルはゆっくり動かすことをお勧めします。 撮影を終了するときは、停止をクリックします。停止し、キャプチャをインポートするをクリックします。キャプチャができました。プレビューして確認します。確認後、問題がなければ、データを保存しましょう。 ビデオキャプチャの編集はタイムラインで場面を移動しながらキャプションやオブジェクトを入れていきます。